なんか最近こういう椅子の会社めっちゃできてわけわかんなくなっちゃったな。昔はデラックスレーサーしかなかったのに、気づいたら鬼のように椅子メーカーが。昔から？いや全然昔からじゃないでしょ、ゲーミングチェアみたいなのは。俺調べてたけどなんかほぼなかった気する。まあ日本になかったとかそんなもんかもしれんけど、海外にはあったみたいな。ダイスのトップに寄ってくる。壊れたもんねえな。わし台レベル5ですが、ミニオンクリアしたい、ミニオンクリアしたい。間に合った、この2人。さあスリーマンガンク、わし台まずいでまずはかわしたが、その後捕まった。サイズミックシャーブからダイスのファーストブラッド。エース選手のフラッシュなんか落とすと完全に BC サイドの主導権になります。ただお互いずっとジャングルがボットを見ていますが、さあレベル6タイミング、お互いアルティメットを切りながら、ユヒ開示に前を受けたぞ。さあフラッシングから突入操作、ただ少し遠い、イエルが孤立するようなポジションだ。ヒロキはここにやってきて、ノックアップから手前に寄せてのバーストでキルはヒロキ、ヘテルは逃げ延びることができるか。それ壊れたことねえな。あと一発でしたが、ここで回復してくる。テレポートを使ってエースが助けに。めちゃめちゃ太ったりしてたらわからねえけど、イエル突っ込んでいって、ツーマンノックアップから、あースパークサージ壁を越えてヘーテレーのフォーカスだ。開示の前は打てましたが、俺デラックスレーサーにする、デラックスレーサーじゃねえ、ハーマンミラーにする前もデラックスレーサー大きくな、あれを何年使ってたかな、多分6、7年ぐらい使って、そんなに使ってねえか、それは言い過ぎか、5、6年か。エンゲージドレスコーンに対してフラッシュアウト、開示の前でカウンター、水の牢獄も決めているのでバースト全く足りないぞ。またイエルが孤立した形になった。そして打ち取っていきます。ポータルワープ一気に前に出ていく。ウィーバーウォールを使ってダイスは距離を取りました。皮も剥げたことないな。そして人数差ができているところに触れるか。人数差があるので先、あー逆に遅い、捕まってポリモーフバーストー。これなんかあれじゃない、ダンクが決まって皮がボロボロになるってーニングコアだ。ケツに汗かきすぎじゃない、なんかヘッドセットとかは汗かいてたらヘッドセットのあのカバンのところぐちゃぐちゃになるイメージあるけど。エンゲージウィーバーボールで合流したが逆に分断する形、いやこれは問題なさそうだ、使えますから、はいはい、おっとです。これは残りすぎてしまうとすごい人数やってくるぞ。テレポートを使って後ろに合流は次第ですが、耐えられるか。タワーしたら水牢獄使ってね、ポリモーフで。俺だってデラックスレーサー皮かけたことないよ。スネアが入って2超走者から一気に削って、まずはこれは夕日が落ちている、夕日が落ちている。そのままイエルまで飲み込んだ。あと3人、まあ、今のは皮じゃないからわかんないけど、2-1トレード。おと夕日が浮いたところドレスコード仕掛けていく。夕日もアルティメットで返し、いや強い、一対して跳ね返した。レイファーキーなんなら横から出てきたぞ。ヘテルが助けに入っていますが、テレポートを使って大スター。いやレイファーキー前前捕獲で2人を捕まえて、ノクサすぎなし一発目、そして2発目ダブルキルはレイファーキー。ドリブルを向かう先はバロンナッシャーだ。さたらそれで今の椅子もだいぶ座ってるぞ。もう4年ぐらい座ってるんじゃないか、3、4年座ってる気がする。3年ぐらいトレードになっている。ただ夕日は止まらないか、全然余裕だ。割れてしまう中でレイファーキーが増入をかけている。エースもポリモフを食らっていました。夕日攻める判断、前フラッシュからダブルキルはレイファーキー。もう一度の草すぎの決めてトリプルキル。いやーコーヒーでも全然俺割れなかったな。だから絶対汗だって。
ゲームは決まるのか。汗かきなんだよ。モータルワープもありません。あーサイズイックシャープ的確にダイスが当ててエース獲得です。さあ3戦にもつれ込んだこのゲーム、それがもう体重がバーニングコアとなりました。でもキョモちゃんってさ、デラックスレーサー系の椅子に座ってるよな。でもアイガスに攻撃されてひっくり返った時椅子ボロボロになってなかったよね。なんか あれじゃない？皮剥がれる人たちはあの椅子汗に汗が酸性なんじゃない？酸味が強いんだよ。一回座ってる時に太もものところにリトマス紙いっぱいつけてみてよ。何色になったか教えて俺に。皆さんこんにちは。来た。ちっていい